さん、こんばんは。杉山さとみです。本日もおしゅうぼご覧いただきまして誠にありがとう。はやありがとう。感謝したい。ねえ、本当に質問コーナー2週にわたってお届けしてきまして、今回がラストでございます。もう本当にお待たせしまくりまくりしてて、本当に申し訳ございませんって感じなんですけれども、すべての質問にお答えしたいという気持ちがありまして、3回に分けて質問コーナーのお答えをさせていただいてるんですけれども、本当に今回がラストでございます。お待たせしたね。待たせたねー。待たせたよー。はい、進んでいこう。いや、ちょっとね、さっきまでさ、メガネをかけていたもので、メガネかけちゃってたからちょっと後ついてて、でもね、メガネかけたいなって思うじゃん。そうしたらね、こうなるの。あ？丸が追いかけてくる。私の手元に丸が追いかけてくる。ってなっちゃうんですよ。ね、なっちゃうもんで、ちょっと、メガネの方を外させていただき、やらせていただきます。だから、このメガネの頭もお気になさらずということで、もう、年齢も年齢ですのでね、このね、メガネの頭もなかなか消えません。ね、まあ、それでもいいの。歳を重ねてる。それは成長してるってこと。前向き前向き、ポーティーポジティブチャンネルです。進めていくよ。質問コーナーのラスト、マイローズ。一人暮らしの自炊で量を作りすぎないようにするにはどうしたらいいですか？なるほど。でもね、これね、もうあるの。もうお教えできることございます。ちょっと待ってて。お待たせー。本当にこれ私がもう常に実践してるんですけど、一人暮らしの料理ってお野菜いっぱい買ってもその一回のうちに使い切れないじゃないですか。かといってなんか常備菜としてなんか作り置きみたいなことをしてもちょっとお面倒が臭いじゃないですか。お面倒がね。だから私は野菜をまず買ってきたら、これイケアのなんか保存袋なんですけど、冷凍できる保存袋に買ってきた野菜をざっくり切って、それをもう入れちゃって、この保存袋に入れちゃって、もう冷凍しとく。そしたら、朝のお味噌汁とかも、パーって水にピアーってさらして、パーって入れれれば、もう、グー完成みたいな。もうそれだけで全然違いますよ。野菜も無駄にならないし、それが本当に一番です。好きな女優さんの一人になりました。嬉しい。兄弟は、いますか？いたら何番目ですか？私、4人家族でして、父、母、そして兄がおりまして、私が末っ子長女ですね。なので、兄弟は兄が1人おります。4つ離れた兄がおります。昔はね、すごく喧嘩していましたけれども、今は兄も2児の父となり、すごく頼もしいなと思っています。すごい優しいんですよ。お兄ちゃん。結局。すごくいいパパになってて。おいっ子たちもすごい可愛くて。この前久しぶり2年ぶりに会ったんですよ。みんなと。本当に嬉しくて。嬉しくて。嬉しかった。おいしゃーお兄ちゃん。次。ダンスはどれくらいやっているのですか？ダンスは今習ってるとかじゃなくて、今は本当趣味で友達とかと一緒に K-POP のダンス踊ったりみたいなことはするんですけど、習っていたって言われると私は6歳から18歳までクラシックバレエを習っていました。私のダンス好きっていうのはもう確実に母の影響がありまして、母が実家にいた時にレコードをかけながらこうやって一緒にこうやって踊ってました。
手つなぎながら、こうやって母とこうやってくるりんぱくるりんぱみたいな感じで踊ってましたね。6歳の時に母の知り合いの娘さんがバレエ教室通われてて、その発表会を見に行って、私もバレエやりたいって言って習い始めました。私はいつだって踊りたい、ダンシングトゥーナイト。好き。春になると何か新しいことを始めたくなるのですが、おすぎさんのおすすめはありますか？なるほどね。まあ4月ですからね、新生活とかでなんか始めたいこととかっていっぱいありますよね。なんかパッと思いつかないんですけど、でもやりたいなと思ってて全然やれてないことが私自身にあって、それが読書なんですよ。本を読むこと、本読みたいなって思ってるんだけど、なんかずっと読めずにいて、本を読む時間取りたいなって最近はすごい思ってるんですよね。なんか本屋さんとかにはよく行くんですよ。本屋さんよく行って気になる本とか手に取って買うんですけど、なんか触りだけ読んで全然読めてないみたいなのがいっぱいあって、ちょっと頑張って読みたいなって思ってるんですよ。なんかこう買ってる本があって、これも触りしか読めてなくてちゃんと読めてないんですけど、心理学の話とか、一人ほぐしとか、コムドットっていう YouTuber さんがいるんですけど、それのこのコムドットのリーダーが書いてる聖域っていうのがあって、これもまだ触りしか読めてなくて、ちょっと私もね YouTube を始めた身としてちょっと読みたいなと思って買ってはいるんですけど、ちょっとまだちゃんと読めてないのとか、これが比較的最近、一番最近買った考えすぎない人の考え方。これもねすごいパパパって店頭で読んで、これはこういう感じの文字多めみたいな感じでも、なんかカテゴリーにはすごい分かれてて読みやすそうだなと思って、気になったところから読んではいるんですけど、ちょっとまだ触りしか読めてないので、なんかね心理学の話とかもそうだけど、なんか年齢重ねてくると自分のこの内面というか、昔考えなかったことをなんかたくさん考える機会ってなんか多いんですよ。だからなんか私とかって結構考えすぎなタイプなんだろうなって自覚してるから、なんかこういうのを読んで少しでもこんな風に楽に考えちゃっていいんだみたいなこととかをなんか本から吸収してもなんか良さそうだなと思って、ちょっと今最優先で一番読みたいのはこれですね。ちょっとベッドの横に置いて、すぐ起きてすぐスマホを触るんじゃなくて本を読む時間を取りたいなと思ってます。これはなんかやりたいことっていう私のやっていきたい目標の一つ、読書。なので皆さんもなんかおすすめの本とか読みやすい本とかあったら、ぜひコメントとかで教えてほしい。ぜひ教えてください。読書。今一番行きたいところはどこですか？韓国。韓国に一番行きたい。これどこで行ったことあるかもしれないんですけど、私日本から出たことなくてパスポート持ってないんですよ。で海外行ったことなくて、海外はねいつか必ず行きたいと思ってるんですけど、まずパスポート作れるって話なんですけどね。パスポート今年中になんか作ってみたいですね。作るだけ作って出かけれない可能性もありますけど、でもちょっとずつこう海外に行くことも緩和されてきたじゃないですか。こうなんか隔離期間がいらなくなったとか、まあ、証明書とかもちろん必要なんだと思うんですけど、よりこう外に出ることがまた日常に戻ってき始めてるから、ちょっと近いうちに海外には行きたいなと思ってて、でやっぱり K-POP、 韓国、コリア行きたいよね。アニハセをしたいよね。もうトッポギ、もうトッポギ。韓国行きたいですね。あとはやっぱ熊本に帰りたいな。今年は必ず、今年中にちょっとだけ長い期間帰りたいなとは思ってます。そして熊本の美味しい空気を吸い、家族と愛、みんなと出会い、友達と愛、
こうクワーッと羽を伸ばす期間をちょっと作りたいなと思ってます。私の今一番行きたいところはそのフタドゥ、フタドゥでした。ピース。次、質問じゃなくてごめんなさい。いつもご飯美味しそうで参考になります。嬉しい。今ねちょっと3回連続ちょっと質問動画になっちゃってるんで、またお料理動画復活させたいと思っております。あー次これ作りたいとかっていうのが結構3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つ等々ございますので、ちょっとそれを隙間見て動画にしていきたいなと思ってますので、ぜひご期待ください。今年入って3ヶ月経ちましたが、おいおい、嘘だろってことはありましたか？月日の流れの速さにはまあ驚いてますよね。あーあとあれだ、最近あった出来事で、おいおい嘘だろって思ったこと、あーこれ言っていいかな、お父さんとお母さんに怒られるかな。 あのですね、いつも私とかもそうなんですけど、実家に帰省する時とかって羽田空港を使わせていただくんですけど、今回父と母は熊本空港から成田空港を使って今回東京に来てくれたんですけど、つい最近まで成田空港東京にあると思ってました。おめでとうございます。ごめん、お父さんお母さん言っちゃった。私本当に地理弱くて、なんか成田ってなんか東京みたいな感じあるじゃないですか。もうそれだけの知識、東京だと思ってました。申し訳ございません、成田の皆様申し訳ございません。次、これが最後の質問でございます。役者になったきっかけは何ですか？最後にぴったりの質問、ぴったりぴったんこカンカン。役者になったきっかけはですね、ちょっとお話しすると長くなるんですけど、私もともと最初の方にも言ったみたいにずっとクラシックバレエを習っていたんですね。で、クラシックバレエを習っていて、高校3年生までやってて、将来のことを考えた時に、バレエは大好きだけどバレリーナになるのは難しいなと思ってて、でもバレエに関わる仕事をしたいと思って、バレエに関わる仕事って何だろうと思って、舞台の裏方さんになりたい、舞台監督になりたいと思って、実は私もともと舞台監督志望で東京の大学に入ったんですよ。ね、大学生なんで当時いろいろ劇団とかも友達同士で作ったり立ち上げたりするんですけど、それで私がその時に所属してた劇団があって、それはスタッフとして所属してたんですね。大学2年生の時に公演をするって、その劇団で公演をするってなった時に、その脚本を書いてた子から、劇団の主催の子から、ちょっと女性キャストが一人足りないって、自分の書いてる本があってでもキャストが一人女性足りないっていう話があって、その時に、あ、私やってみたいって言ったんですよ。で、その作品は私はスタッフをすることなく、キャストとして出てたんですね。キャストとして出た作品に、学校で私が授業を普通に受けてた学校の先生が見に来てくださって、その先生って作品を見た後に必ず劇評を書かれる先生で、それを授業でみんなにこうシェアしてくれたりしてた先生だったんですよ。で、その先生って結構辛口のコメントとかも書いたりするような方で、正直な感想とかをこう生徒たちにこう自分はこう思ったとかっていう感想を伝えてくださる先生で、で、その先生が私が出演してたその舞台の劇評もこう書いてくださって、それを授業でシェアしてくださったんですね。で、その時に役者としての私の感想も書いてくださってて、もう今でもずっと覚えてるんですけど、そこに無欲の勝利って書いてくださってたんですよ。嬉しいお言葉をいただけて、で、それがなんか結構心を動かされて、あ、私こう裏方をやっていたけど、表でこうお芝居、役者として表現するっていうことも、あ、なんか人生のこれからの選択肢としてあるのかもしれないっていうふうに思ったんですね。
で、そこからなんか、今まではこの私はバレエを習ってたから、踊ったりすることでお客様の前で表現することはしてたけど、なんかこう、台本を読んで、セリフを覚えて、普段テレビで見るようなドラマとかに出てる役者さんと同じようなことができるのかもしれないと思って、そっから役者として興味を持ち始めましたね。そこが一番大きなきっかけかもしれないです。で、この話にはまあさらに続きがあって、でもこう役者をやっていきたいって思っても、まあ学生生活の中ではこうまだ学生なので、学生のうちはこうやりたいことができるっていう認識も自分の中であったから、こうお芝居やってて楽しいなとか思ってたんですけど、やっぱり将来のことを考えるってなった時に、このまま続けてていいのかなっていう段階も私にはもちろんあったんですよ。で、そんな時にと大学を卒業する直前ぐらいだったと思うんですけど、とある番組があって、その番組は当時ちゃんと見れてなかったんですけど、その番組に出てた MC の方が当時ブログで、私が作る映画のキャストオーディションをしますみたいなのをたまたま見つけたんですよ。で、それでそれを見たら、あ、一般の人でも応募できるんだと思って、なんか私はその時にすごくワクワクして、ダメ元でもいいから送ってみようと思って、当時の私のこのプロフィールをメールで送ったら、オーディションに来てくださいというメールが返ってきて、そのオーディションっていうのは実際テレビとかでも放送されてて、まあ、当時の映像とかもあるんですけど、今は手元にあったかな、あるかもしれない、探せば。番組内でオーディションがあって、で、まあ、正直ちょっと出来レースだと思ってたんですよ。まあいろんな人集めるけど、最終的にこの人を選ぶっていうのは元々から決まってるんでしょって正直思ってたんですね。そしたら、その作る映画が4人キャストいるんですけど、そのうちの一人にまさかの私選ばれまして選ばれまして、で、あ、なんかこう自分の今の実力を認めてキャストとして採用してもらえるんだと思って、なんかすごく私の中で役者としての希望が見えたんですね。だから、あ、なんかこう自分がやりたいってことを続けていったら、もしかしたらもっと大きな未来につながるかもしれないと思って、大学卒業間近ぐらいだったと思うんで、卒業した後だったかもしれないんですけど、いや、卒業間近かなの時ぐらいの記憶なんですけど、それがきっかけでちょっと本気で役者をやってみようって気持ちになりました。でも役者を続けていくって、ある意味未来が見えないというか、やっぱりね、普通に会社に入ってとか企業に勤めて毎月決まったお給料をいただいて生活していくっていう方が、もしかしたら自分のね、未来への安定にはつながるのかもしれないけど、やっぱりその20代前半の時の私は自分の夢を叶えたいっていうのがあって、役者をやりたいって強く思ったんですね。でもそれって私だけの気持ちでは未来には進めなくて、大学に入れてくれた両親のこととかもあるんで、両親には私が役者を続けたいっていう、続けてもいいですかっていうことはちゃんと伝えなきゃいけないって思ったんですよ。なんで両親が東京に来るタイミングで、これからどうしていくのかっていう話をする機会があった時に、私は本当に結構ドキドキして役者を役者を続けたいですっていうことを両親に
伝えたんですね。私は今お芝居が好きで、役者として役者をお仕事にしたいです、なのでもうちょっと頑張らせてくださいということを当時両親に伝えまして、そしたら父と母はですね、やっぱり将来がわからない職業だから、もちろん心配もしてくれ、心から心配してくれたんですけど、あなたのやりたいことならお父さんとお母さんは応援するよって言ってくれて、もうその時のなんか感情を考えると、今でもこんな風に込み上げてきちゃうんですけど、父と母は背中をもうしっかり、私の背中をしっかり押してくれて、今でも変わらず応援してくれてます本当に、まあ、両親だけじゃないし、家族だったり友達にはすごい応援してるよって言ってもらえて、私は今もこの大好きなお芝居を続けさせていただいてますだからね、こんな号泣してますけど本当に役者を続けられてるのは本当に応援してくださってる皆さんのおかげだと思ってますので、今後とも私めはすこぶる頑張りますので、ぜひこれからも役者杉山さとみを応援していただけたらなと思います。ね、なんで泣いちゃったの私なんでウケるんですけど泣いちゃったりとかしてなので私はもう本当に幸せだなって思いますね、思いますねんな私みんなも幸せでいてね。鼻水いただきますね。え、ほんと泣く予定じゃなかったんだけど、ごめんみんなごめんな、もう心からの謝罪、ハートからの謝罪、ごめんなさい、ごめんなさいすっきりというわけで、本日の動画はこれにてしまいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。涙など見せない、この後の歌詞はわからない涙、あ、お腹なんて